君はどこにいる。次のレグザは人間を認識する。背景、被写体のフォーカスを自在に操り、人物を鮮明に描写。見る人の位置に合わせ最適な画質、音質へ再構築。未知の臨場体験へ誘う。これがリアルだ。テレビか、レグザか。レグザ。次のレグザは人間を認識する。見る人の位置に合わせ画質、音質を再構築。これがリアルだ。テレビか、レグザか。はい、このぐらい。じゃあ本題いきます。カメラ回ってください。スタート。1、2、3。1、2、3。はい、36個。はい、今何歳？10歳。はい、ずっと日本で。そしたら1回いきます。スタート。入っていただきます。よろしくお願いします。スタート。1、2、3。1、2、3。はい、じゃあ見ればコメラスタート位置お願いします。スタート。はい、胸は張る感じ。もちろん張る感じ。はい。よーい、スタート。はい。はい、ありがとう。カット。カットです。はい。あ、なるほど。はい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 。スタートはこういう感じでいいですか。そうですね。最初はこういう状態で待っていて。わかりました。はい。はい。はい。手もうちょい上ですかね。それがいいか。切っていきます。そうです。はい、手広がった。あ、かっこいいですね。ね、あ、もっとシルエットそんなに引き締まってないですよ。カウナ効果じゃないよ。木村さんの方は、お願いしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。お疲れ様でした。イメージの世界での撮影だったので、まあ、正直僕自身も完成してみないとどういうものになるのか全くわからない感じなんですが、いろいろ普段の撮影とはまたちょっと違うタイミングだったり、カメラとの動きの合わせだったり、とてもこうテクニカルなことが多くて、非常に面白い体験でした、はい、やっぱりその、まあ、かなりこう壮大な世界観なんですけど、まあ、それをイメージするっていうのは、まあ、難しいことですかね、うん。レグザというものが持つ、世界観を表現する CM コマーシャルになっていると思うので、それが
ふんだんに伝わるものになっていたらいいなという感じで、それがまあうまく伝わる、まあ、本当に実際いろんなこう世界に飛んでいくみたいな、テーマの、今回作品だと思うので、それが見た人たちに、わあこんな世界に自分たちを連れてってくれるんだっていうのが伝わるものになっていたら大きな見どころなんじゃないかなと思いますけどね、はい、テレビもここまで来たんだなというか、そのある意味テレビを見る僕らがテレビから見られているみたいな感じになっているのが非常にすごい技術だなと思いますし、そこが音や、画質を、ね、見る人間の位置や場所によって調整してくれるなんて、ブラウン管の頃には想像もつかなかったことが起きているので、それはやっぱすごいことだなと思いますね、うん、いやでも僕はやっぱりスポーツ見るのが好きなので、スポーツ観戦をしたいなと思ってますし、実際もう今うちは3台レグザなので、はい、ただ僕が持ってる多分一番でかいのはまだ ZR アルファじゃないんですよね、技術が。だからZR アルファにいつか変えたいなと思ってますけど。今年なんかラグビーありますけども、ご覧になります？そうですね、前回のラグビーワールドカップの時僕日本にいなくて、全然その皆さんの日本の熱を知らないで終わっているので、前回が、今回もまた盛り上がってもらえるのなら、なんかすごかったラグビーの熱を体感したいなと思ってますけどね。スポーツは今年は楽しみにできるものがいっぱいあるんで、はい、ちなみにサッカーの方をご覧になりました？サッカー見ました、はい、もうほぼ全試合見ました。本当になんかやっぱメッシが優勝してよかったなと思いましたね。この度新しいレグザの CM に出演させていただきました、今年のレグザは昨年満を持して登場した高画質映像処理エンジンレグザエンジン ZR アルファがさらに進化いたしました。また見る側の位置を把握して最適な映像音声を届けるという新たな機能も加わり、より良い映像音声を体感できるようになっております。僕もレグザの化身として進化したレグザを演じておりますので、新しい CM にぜひご期待ください。